い、どうもこんにちは、カジマークです。まずは安定のお詫びから。いや、もうほんとすいません。ちょっとのんびりしていたら、今回ご紹介する商品なんと売り切れちゃいました。ただこれ動画にしますってお話ししていたんで、今回動画撮影してます。というのも、これことの発端はツイッターのタイムラインでフォロワーさんのツイート、ノーブランド品の 65W PD 急速充電器がかなりお安くなっているっていう。で、しかも実はそのノーブランド品、あの小さくない大きいメーカーさん、あのブランドの商品が届くとのことで、その真相を探るべく買ってみたのがこれ。もう不正もなくメーカー名箱に入っちゃってます。で、これ購入した価格が2980円の500円オフクーポン、それがついていたんで、なんと2480円。いや、正直 65W PD 対応で窒化ガリウム採用、そういった充電器で2480円は破格で、しかも、はい、これノーブランド品ですよ。ノーブランド品だけど大きさの製品なら、いや、もう破格も破格ですよね。というのも、ドーン、はい、これわかります？右と左同じものに見えませんか？はい、僕もうてっきりアマゾンでは全く大きいの商品販売されてないと思っていたんですけど、探してみるといくつかありました。で、その中でこれ今日現在4980円の PA-B4、 これとめっちゃそっくりですよね。ただちょっと違うのは、今回購入した商品、右の写真には大きいのロゴ消されてますよね。はい、これ本当にこのロゴ中身にはついてないのか、ちょっと気になるところ。ただこれ全く同じなら、ほぼ半額で買えたことになります。はい、それでは今回開けて中見てどんなものか使っていきたいと思います。ということで、今回ご紹介するのは Amazon で販売されていたノーブランド品 65W PD 対応充電器です。はい、それでは開けていきますね。あ、まずこれ、わかりますかね？ラベルが二重に貼ってあるんですけど、あ、これは剥がせないか。でもね、これ見えるかな？うっすらこれ透けて、大きいっていう名前が反転して見えてます。わかりますかね？いや、もうこれ、PA-B4、確定ですよね。いや、なんでこういう販売方法になったのか、ちょっと気になるところですけど、いきますよ。せーの、オープン。箱の中身は本体、そしてなんかこういうカードに大きいって書いてある説明書がついてました。はい、ここに、この度は大きい PA-B4 65W PD 充電器をご購入いただき誠にありがとうございますとあります。はい、もうこれ完全に大きいさんのですよね。はい、いきますよ。せーの、イエーイ、来たー。はい、やっぱり 65W PD 充電器、ノーブランド品でも大きいって入ってました。やっぱりこれ PA-B4 でほぼ確定ですよね。うわ、これが2480円だったんで、正直もう一個買ってもよかったかなっていう、そんな気がしました。で、そのノーブランド品の方にも2年の安心保証付き、そう書いてあるんで、いや、もうほんとこれ買って正解だったかもしれません。にしてもこれ 65W の充電器としては比較的コンパクト、オムニアチップセットの採用により小型化に成功したとのことです。で、ポートは2つあるんですけど、最大出力 65W、 2つの機器を充電する場合はそれぞれ 45W、 18W の出力が可能。いや、それでもなかなかですよね。これ下が PD で上がパソコンマークですかね。なんでちょっとこの上のポートを使ってパソコン充電してみます。はい、それではコンセントに差し込んで、あ、わかります？うっすらと上品な LED ランプが点灯しました。で、急速充電 100W 対応のケーブルを使ってパソコンを充電してみます。せーの、プチュ、あ、さかさまか。はい、こんな感じになりました。 14.7V の 1A ぐらい。あ、そうか、充電たっぷりあるからっすね。で、スマホを充電してみると、はい、高速充電来ました。8.67V の 1.82A ぐらい？こんな感じになりました。あ、でもう一個、最近出番多めのProBook。これも充電してみます。19.5V の 2.41A。こんな感じになりました。
79% から充電して、今 80% になったんですけど、充電完了まで15分。はい、こんな感じ。あ、今81になりました。ぐんぐん充電されてます。で、これ、この厚みのせいか、あちこち測ってみても、だいたい25度ぐらい、発熱も控えめ、悪くないんじゃないかと思います。ということで今回ご紹介した、オーキーの、ノーブランドの 65W 急速充電器。冒頭でもお話しした通り、今日現在、残念ながら売り切れてます。一応説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。はい、この前の動画で、やっぱりこういうもの、ノーブランド品として販売されていたんで、自己責任伴いますよっていう、そういうお話しかできませんでしたけど、結局買わなかった方もいらっしゃるかと思います。で、なぜ今回、こういった販売の仕方をしたのか、そのあたりもわからないんですけど、今回とりあえず僕は、お安く買えてよかったんじゃないかと思ってます。もう一個買ってもよかったぐらい、そんな風に思いました。で、さっきもお話しした通り、これ一時期在庫切れていて、その後復活したりもしてたんで、もしかしたらもしかするかもしれません。ただやっぱりそうなっても、ご購入の際は自己責任伴います。そのあたりはご留意の上、この動画ご参考になさってください。ということで、ノーブランド品の 65W 急速充電器、買ってみたところ、やっぱり、しっかりオーキーさんのロゴの入った、どう見てもオーキーの PA-B4 が届いたっていう、そういうお話でした。はい。で、実はたった今気づいたんですけど、60W PD 充電器、3580円の 50% オフ。こういった商品を見つけたんですけど、はい、これ、一つだけあるレビュー。これを見てみると、いや、どうします？とりあえず僕は買ってみます。またこれも後日、動画にしたいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。